金沢おなじみの442、前節から2人入れ替えてきました。キーパーは白井です。小島、庄司、山本、長峰の4バック、ボランチが梶浦と藤村、右に今日は島田、左に加藤大輝、ツートップが奥田と木村のコンビです。そしてヴェルディは4-3-3、前節から1人だけ変更していきました。キーパーがマテウス、宮原、谷口、平、加藤の4バック、そして真ん中の3枚が斉藤、森田、稲見、スリートップが中原、染野、長谷川です。平、左足で正確なキックを持っています。ボックスの中、染野の左足、まだあります。遠めの位置から狙いましたが、ここはキーパーの白井です。いいブロックですね。宮原が駆け上がってきました。加藤大輝がブロックしましたね。宮原の右足クロス、染野のヘディングでした。枠を捉えることはできませんでした。宮原選手、クロスの精度が高いので、はい、まあ、ピンポイントで合わせれますね。金沢の壁は2枚です。中原の左足、頭で合わせてきた。ヴェルディが先制、フリーキック見事に合わせました。38分、ヴェルディ貴重な先制ゴールを奪いました。最後触ったのが谷口ですね。こう低くて速いボール、木村の裏を狙います。木村、まだ行く。木村のシュート、もう一回行けるところは強いですね。はい、南、出したら動くが徹底されている。左足ミドルシュート、見事な一戦、素晴らしいシュートが決まりました。中原、先ほどはフリーキックで先制点を演出、そして遠めの位置から狙ってきました。今シーズン2点目です。3人目の動きで中に入ってきて、もう真骨頂ですね。はい、この関係性の作り方ってまず上手ですし、もう思い切って振り抜いてますよね。基準早いのでヴェルディが、まあ、ああいうタイミングでも上げる、勝負しに行くっていうのはいいかもしれないですね。そうですね、ボールを大事にしすぎて10枚戻られると本当にスペースないので、はい、ここも加藤純也、右足で送った奥田のシュート、枠を捉えきれず、まあ、一つこう最終ラインの表で待ち構えた奥田選手、まあ、ポジション取りは完璧だったんですけどね、まあ、枠飛ばしたかったですね。そうですね、繋いでいくのかなと思えば、今のように縦のコッパー入って、はい、抜き切る前にこう今クロス上げたので、まあ、非常にこう守りにくいのかなと思います。そうですね、小島のクロス、木村のシュート、枠には飛びませんでした。藤村のキック、孫の頭こぼれている。藤村のミドルシュート、新井優太、切り返す、新井預けて右足シュート、こぼれている。森田の左足、まだある、右足シュート、染野が放っていきました。切り返し深いですね。はい、まあ、ずれてるんで。石原競ります。
飛び込んでいきました。代わって入った山田、もう一度山田、折り返す、染野が流し込んできた。3点目ヴェルディ、染野いつき今シーズン3点目。ゴール前でしっかりと詰めていきました。試合を決定づけるゴールとなりました、はい、ヴェルディ。このカードを取ってセンターバックを引き出す、これ落ち着いてましたね。はい、山田は収められませんでした。注意しろ、チャンスになります。杉浦から加藤純也が来た。ナイスキーパー、いやナイスキーパー。マンネウスよく反応しました。セーブ率が 74%、 ここまでリーグ2位です。このまま無失点で終わりたいヴェルディ。長いホイッスル、3対0、ヴェルディ完勝。前節の3失点から見事に立て直してきました。